はい、皆さんこんにちは。セイキン TV のセイキンです。この動画はイベント出演のお知らせ動画です。ちなみに今日の19時の動画はいつも通り別の動画がございますので、そちらもぜひご覧ください。それでは本題に入りたいと思うんですが、来たる2015年3月14日北陸新幹線が開業します。それで僕セイキンの地元に上越妙高駅が開業します。いやー、おめでとうございます。これ新幹線が開通するってかなり大イベントですよね。それに伴い3月14日3月15日の2日間開業記念イベントが行われるんですが、そのステージに出演させていただきます。それでイベント詳細なんですが、日時は3月14日の19時から、会場は上越妙高駅鎌倉ドーム、入場は無料となっております。出演者はヒカキン、セイキンです。イベント内容はライブパフォーマンスとなっております。今申し上げたように、僕らヒカキンとセイキンの出演時間は3月14日の19時から30分程度ということになっているようなんですが、イベント自体は3月14日、3月15日2日間まるまるやってるみたいで、すごい盛りだくさんになっております。ちなみに3月14日のお昼ぐらいなんですけれど、新潟出身の小林幸子さんがスペシャルステージを行われるそうです。これまたビッグですね。詳しくはこの動画の概要欄にある URL をクリックしてチェックしてみてください。で、僕らのライブパフォーマンスって何やるかと言いますと、まあ具体的には歌とトークっていう感じですかね。歌は YouTube テーマソングの第2弾、新バージョンを初披露します。今回はヒカキン、セイキン2人で歌います。今までヒカキンがイベントで歌ったことってないんじゃないですかね。あのセイキン TV 見てくれてる方は皆さん知ってると思うんですけれど、YouTube っていう歌です。あのエンディングで僕がギターでね歌ってる曲です。あの曲なんですけれど、もともと僕が作詞作曲して、アカペラで歌ってた曲なんですけれど、その曲を今回ですねフルバージョンとして完璧な形に仕上げたいということで、テリー・ロイドさんっていうスーパー音楽プロデューサーの方にアレンジを加えてもらって、あの100倍かっこいい曲に仕上がっております。今回はアカペラじゃなくてちゃんとしたトラックとして仕上げています。この曲なんですけれど、今後 YouTube だけでなく iTunes などで正式に発売する予定でいます。まだ発売時期は未定で、もう少し先になると思うんですけれど、その時はまたしっかりお知らせをしたいと思います。まあ、ちょっと話が長くなってしまったんですが、今回はその新しく仕上がった曲を初公開、初披露という形になります。あと最後にですね、注意事項なんですが、今回のイベントに関しては歌、トークすべて撮影禁止となっております。また今回入場は無料なんですけれど、会場が屋内になります。で、僕もちょっと会場行ったことがないので、あのどのぐらいの会場かちょっとわからないんですけれど、あのものすごい広い会場ではないらしいんですよ。で、そうなるとですね、もしかしてすごいたくさんの方にご来場いただくと、最悪会場に入れないという方も出てくる可能性もあります。あらかじめご了承ください。はい、ということで、お近くの方よかったらお越しくださいという感じにしておきたいと思います。また遠方の方もですね、今回新幹線開通しますので、ぜひ新幹線に乗って新潟観光をしてみてください。それでは3月14日上越妙高駅でお会いしましょう。 See you next time。セイキン TV チャンネル登録してね。僕のゲーム実況チャンネルセイキンゲームズ、チャンネル登録をすると最新の動画が見つけやすくなります。 PC からご覧の方はこちらのボタンをクリック、スマートフォン、その他タブレットからご覧の方はこの動画画面の外側にある登録ボタンから登録ができます。また僕セイキンに関する最新情報は Twitter にて随時更新をしています。こちらも合わせてフォローをお願いします。